6月1日水曜日、時刻は午後3時を回りました。 DAG プレゼンツ西洋レディオ、ナビゲーターのさよです。皆さん今日もたくさん集まっていただいてありがとうございます。今日はですね、配信の方はお休みで、ツイキャスの方に皆さんお集まりいただいてます。声が響かないですか？ちょっと今声が届いてないですかね。どうだろう、聞こえてない声が？スタッフさん、今私の声届いてますか？今届いてないというふうに言われてるんですけど、声が入ってないかな。今ちょっと確認してもらってますので少々お待ちください。無音です。音は乗ってるかな。声が聞こえてないですか？皆さん少々お待ちください。今確認してもらっています。今日6月1日ということで、まあ上半期最後の1ヶ月ですね。まあ上半期のまとめもしていきつつ、皆さんと楽しく1時間過ごしていこうと思っているんですが、今日のですねメールテーマ先に発表しておきます。今日のメールテーマは忘れられない風景絶景、忘れられない風景絶景光景、こちらとなっています。まだですねメールを送ってない方、今から送っていただいても間に合いますのでぜひ送ってください。でメールアドレスは 780@fmnaha.jp です。 780@fmnaha.jp です。こちらまで送ってください。でまだねメール送ったことがないよという方も、気軽に送ってみてください。ラジオ番組にメールを送るっていうとちょっと敷居が高いというか緊張する、自分は文才がないから他の方にお任せしますなんていう方もよく聞くんですけれども、そんなことないです。1行でも2行でも大丈夫、お気軽に送ってみてください。この忘れられない光景風景絶景ということですが、特に海外の風景とか物珍しいものとかそういうものである必要は特にないです。ただ自分の心の中に残っていて、それで忘れられないというものがあったらですね、きっとあると思うんですよね。すいません、今ですねツイキャスの方声が届いていると思います。ありがとうございます。もう一度お伝えしておきます。今日のメールテーマは忘れられない絶景風景光景、これが今日のメールテーマです。初めてお送りするよという方もお気軽に、今日があなたのラジオメール記念日になるかもしれません。メールアドレスは 780@fmnaha.jp です。もしくは FM 那覇のホームページにアクセスいただいてメッセージを送るのボタンから送ってください。またこの番組はリアルタイムで動画配信もしています。ぜひツイキャスでご覧ください。私の顔も表情も見られますし、チャット形式でコメントを送りいただくこともできます。ちょっと設定の関係でですねツイキャスの方だけ音が乗るのが遅れました。大変申し訳ありません。リスンラジオもしくは一般のラジオ波で聞いてくださっていた方は音が届いていたと思います。今日も1時間みんなでわちゃわちゃ楽しくいきましょう。あなたからのアクセスお待ちしています。この番組はライバー事務所 DAG の提供でお送りします。今度はですねまさかのBGM がかからないようになっているかな。少々お待ちください。今ちょっとジングルを出そうとしたんですが、このままお待ちください。そうですねこんなことあるんですね。今度はちょっとBGM の方がかからなくなってジングルもちょっとかからない状況なので、このまま行かせてもらおうと思います。今日のメールテーマは忘れられない光景絶景風景ですね。すでにですねメール送っていただいてますので、メール送っていただいてますのでそちらご紹介していきます。ラジオネーム、ひでくんから届いております。忘れられない光景ということで、それは初めて飛行機に乗った時の窓から見た風景です。初めて飛行機に乗った時は高校1年生の時で、ニュージーランドに海外語学研修のために行くために乗ったもの。
雲の上から見る景色はやっぱり一言すごいの一言でした。よくこんな鉄の塊が高く飛ぶなとその時思ったのを今でも忘れません。最近はコロナで旅行もなかなか、していませんが、時間ができたら沖縄にも行って生さよを見てみたいなと思います。いつも楽しい時間ありがとうございますといただいてます。なるほど、初めての飛行機の体験ということですね。みんなさ覚えてるのかな。私もそうだね、ひでくんのメールを見て思い出しましたけど、皆さん初めて飛行機に乗った時の感想って何ですか？私は実は今でもですね、ほぼ毎月のようにお仕事の関係で飛行機に乗っているんですけれども、初めて乗った時に感じたことを未だに思い出します。それはねこれさ宗教とかそういう話じゃないんですけど、あ、神様っているんだなみたいな、この神みたいなのを感じました。初めてさ雲の上に、この雲の上を見るってほら今までないわけじゃない。飛行機に乗らない限りは自分が雲よりも高いところに行くってことはないわけだから、その雲を見下ろす場所に行って、で雲を実際に見ると、あ、神様が見てる風景ってこれなんだなみたいな、というふうに感じたのすごい強烈に覚えてますね。で、あのそのうちにね慣れてきてあまり強くは感じなくはなったんですけど、いまだにでもあんまりまた窓際に座ることも少なくなったんですが、たまに窓際に乗るとあの時の感情ってあの蘇るものかなと思って試しに思い出そうとしてみたりもします。でさ、雲って本当に限りなくずっと遠くまでさ、あのいつまでも続いてるじゃないですか。そのなんか様子を見ていると、あの雲の向こうに何か見えるんじゃないかみたいな、あの誰かが出てくるんじゃないかとか、ウサギちゃんが出てきたりとかねそういうのがあってもおかしくないんじゃないかなっていうのを飛行機に乗ると思い出しますね。当時そうね、ひでくんは、海外語学研修のために乗ったっていうことなんですけど、それって何歳の時なんだろう、社会人になってからか。私は確か、大学受験ですね、高校3年生の時に、名古屋に行くために乗った飛行機が最初だったと思います。だからそれまで18年間飛行機に乗ったことがないので、まあ、いわゆる幼いお子さんが思いつくようなあの感情ではなかったかもしれないですね。皆さんが飛行機に乗った時の最初の感想もよかったら教えてください。で、この鉄の塊こんなのが飛ぶんだなというふうに感じたということですが、うちの父も相変わらずそんなふうに言っていて、できれば飛行機は乗らずに過ごしたいなと常日頃から言っています。私は逆ですね、飛行機大好き人間ですね。続いてこちらも行きましょう。ラジオネームわっぺちゃんからいただいてます。あなたが忘れられない絶景景観風景。家族で石垣島に釣り旅行をした時のこと。予定通り3日間の釣りを終えて帰郷する日は夕方まで観光しました。午前中からスタートして観光農園でフルーツジュースを飲み、カビラ湾でグラスボートに乗り、石垣島あたりを観光して空港に戻る前に石垣島の最北端平久保岬に行きました。太平洋と東シナ海が左右に分かれる岬で、よく見ると太平洋と東シナ海で海の色に違いがありました。東シナ海の方が色が薄く、太平洋は濃い色。今まで見たことがない光景で両親も驚いていましたが、私も驚きました。今でももう一度見てみたい景色ですねと。こんなことあるの？このさ、太平洋とかって勝手にって言ったらあれですけど、にね、人が決めた境目じゃない？なのにこんな違いがあるんですね。例えばその海の上に光が差していたかどうかで違うとか、そういうことなのかな。あの沖縄はさ、もうこれから先の時期、局地的に降るスコール、つまり片吹いと呼ばれる雨の降り方が多く見られるんですけど、それが海の上で起こるとその部分だけちょっともやがかかったようになるんですよね。ツイキャスワッペちゃん綺麗に分かれてたんだよね。で、真っ二つみたいな感じなんだ。これちょっと神秘的な気持ちになるかもね。神様の存在感じなかった神様こりゃいるなみたいな、モーセの10回みたいにね。工藤ちゃん、観光とか旅行とかもう何年も行ってねえなって、もうそれがほとんどの日本人、そして世界各国みんなそうじゃないですかね。まあ行っちゃダメぐらいの感じでしたからね、この 2,3 年は。
わっぺちゃん、境界線があるかのように分かれていた。なんかしかも自分一人じゃなくて家族で見てたってことですからね、あのみんな同じように心に残ってたでしょうね。不思議な光景。続いてラジオネーム木村様、麗しいせよさん、こんにちは。私の今でも忘れられない光景がありますので、そのことについてメールします。それはドラマ半沢直樹から主人公坂井雅人演じる半沢直樹が宿敵香川照之演じる、これさ大和田常務であってるよね、大和田常務に土下座をさせるシーン。しそうでしない土下座が当時話題になったんですが、まあ憎たらしい、早く土下座しろよと心の声が漏れた方も多数いたのではないでしょうか。放送から随分の月日が経った今でも忘れられない光景です。さよさんは半沢直樹見たことがありますか、大和田常務かどうか、読み方が合っているか、私が不安になった時点で分かられたと思いますが、見てませんでもね、半沢直樹役の坂井雅人さんが好きなんですよ。皆さんが坂井雅人さんを認識したのってこの半沢直樹だよっていう方が多いかもしれないですね。私はうちの母が、亡くなった母が好きだったんですけど、坂井雅人さん一番最初に見たのは NHK 大河ドラマ、坂本龍馬の何だったっけ、確か工藤官九郎さん、工藤官さんか誰かが、工藤官さんだったっけ、違ったかな、あのもう一人ほら有名な脚本家がいるじゃないですか、有名女優と離婚した、古畑任三郎を書いた人、あの人だったかな、大井龍馬でしたっけ、忘れたうろ覚えでしかない。この、まあ、とにかく坂本龍馬が主人公の、大河ドラマに出てたんですよね。坂井雅人さんが、三谷幸喜さんでしたかね、忘れちゃった。あ、新選組だ旦那当たり、ツイキャス旦那さん正解です。新選組に出てましたね、坂井雅人さん。その時にもうズバ抜けて演技が上手くて目立ってたんですよ。でも初めて見たし、でも年齢は結構いってて若手俳優って感じじゃなかったの でうちの母も私もあのそれで夢中になったっていう。でもその後特にあれですね、番組は、あ、なんていうのかな、番組というか見てなかったかな、あの半沢直樹さんは見てなかった。あとほらリーガルハイも見てなかったです。そうなんですよ。なので存じ上げないんですが、私香川照之さんも好きなので、香川照之さんがすごい憎たらしい役柄をしていたっていうのは覚えてます。なのでどんな土下座の光景だったのかかなり気になりますけど、みんなちょっとやきもきしたってことでしょ、そしてちょっとイライラしたっていうか、それはですね、沖縄弁で言うところのわじわじですわじわじしたっていう風に言いますね。わじわじした、わじわじした人がいっぱいいたんじゃないかなと思いますが、ここでもしかしたら BGM がかかるかもしれない。きたー、このまま BGM もつけてこの後お送りしていきます。ふうBGM がないとちょっとドキドキしますからね。ありがとうございます。そう、わじわじ、わじわじっていうのはイライラする、っていうことをわじわじって言いますね。 Repeat after me。 わじわじ、わじわじ、わじわじする、わじわじする、これがイライラするという意味になります。木村様 BGM 来ましたね。続いてどちらご紹介しようかな。今日のメールテーマは忘れられない風景、光景、絶景、このメールテーマでお送りしています。まだ送ってない方間に合いますよ。 780@fmnaha.jp こちらまで送ってください。ラジオネーム工藤ちゃんです。さやさんこんにちは。工藤ちゃんこんにちは。今週も楽しく拝聴しております。思い出の景色風景ですが、今から18年前、娘が生まれて父親に会わせた時の光景は今でも忘れられません。父親が運転する車の中で、お前も人の親になったんだから自分の家庭は自分で守れよ、一言一言に責任を持たないとお前が恥をかくぞと言われたこと、今でも覚えています。父親がコンビニに寄ると言って車を止めたので、しれっと運転を代わり、そのまま父親には何も言わず、ご先祖様のお墓まで父親を連行、お線香を焚き手を合わせ車に戻りました。そのお墓で自分よりも長く手を合わせている父親を見て、孫が生まれたことが親孝行ではなく孫といられる時間を作るのが親孝行なんだなと気づいた思い出です。だって、なるほどね。工藤ちゃん、
40代前半の工藤ちゃんね、男性ですが、18年前、娘ちゃん18歳か、娘ちゃんが生まれて父親に会わせた時の光景が忘れられないと。しかもその言葉もね、自分の家庭を自分で守れという言葉が忘れられないと。孫が生まれたことが親孝行ではない、孫といられる時間を作るのが親孝行。ここまでさ、この一瞬で気づくってさすがですよね。ツイキャス圭一さん、いい話。そうだよ、工藤ちゃんってただの横浜のやからじゃないんだからでもさ、この今西洋レディを聞いてくださっているリスナーの皆さん、沖縄県内外から聞いてくださっていると思いますが、お子さんがいらっしゃる方、ご自身のご両親、もしくはご両親のどちらか、もしくはおじいちゃんおばあちゃんとかにね、会わせた時のことを覚えてませんか？その時にあのお父さんお母さんはどういう風な表情で何を語ってくれたかとかね、そういうのってやっぱり忘れられないでしょうね。やっぱりお子さんが初めて生まれたってことで、工藤ちゃんにとっても特別な瞬間だったわけじゃない。で、その特別な瞬間にもらった言葉、見た風景とかっていうのは、それだけ刻み込まれやすいんでしょうね。工藤ちゃん、時間は大切ですよって、よくさ、何々の時間プライスレスっていう CM が以前流行ったじゃないですか。でも本当にそうなのよね。プライスレスって値段をつけることができないっていう意味でしょ。だから例えば、お子さんがいなくてもね、自分の親と過ごす時間って限りがあるわけじゃない。順番通りに行けば自分の親が先に天国に行くわけで、それはいつの日か必ず訪れる瞬間なわけよね。私で言うと、母が亡くなっているので、残されている父と、また父はね、失語症を患っているので、あまりスムーズにお話しすることができないんですが、本人が持って生まれたこの明瞭快活な性格のおかげで、話せないながらに2人いる時には私と楽しい時間を過ごしてくれている父、その父ともね、いつまで過ごせるか分かりませんからね。今日のメールテーマは、今でも忘れられない風景、光景、絶景です。続いてこちら、ラジオネーム圭一さんからいただいてます。瀬尾さん、こんにちは。圭一さん、お疲れ様です。いつもありがとうございます。自分が住んでいる五島には、世界遺産の教会、白い遠浅の砂浜、某充電バイク旅で来られた時に出川さんが絶賛したエメラルドグリーンの海などたくさんありますが、忘れられないということで、これだと違うかなと思い、いろいろ考えてみました。一つだけあります。それは福岡の宮地武神社です。数年前に商工会青年部の研修旅行で、九州一と言われる宗像の道の駅宗像大社に行って、その後にタクシー会社のおすすめの場所ということで訪れたのが宮地武神社でした。ここには3つの日本一があります。大しめ縄、大鈴、大太鼓、どれもすごく大きくて圧倒されます。そしてもう一つ、これは後から知って実際は見ていないのですが、参道からまっすぐ続く道の先の玄界灘に沈む夕日でできる光の道と言われるものです。これは間違いなく絶景だったので、もう一度訪れて生で見てみたいです。それではそちらは大雨で大変かと思いますが、お気をつけてお過ごしくださいといただいてます。ありがとうございます。そうね、ちょっとこの大雨についてなんですが、昨日ね、全国的に大々的に報道されて、私もたくさんのリスナーさんから、さよさん大丈夫というお声をいただいてるんですが、問題ございません、ありがとうございますね。急な大雨でしたからね。また皆さん、沖縄県外にお住まいの方もこれから梅雨に入っていきますので、水害気をつけておきましょうね。今のうちに水害対策とか必要な物品、この持ち出し袋など再度確認しておくといいかもしれません。圭一さんからのメールがね、この長崎県五島からいただいているわけですが、福岡の宮地武神社が忘れられないと。いろいろと見どころがあるみたいなんですが、後から知って実際は見ていないということか、参道からまっすぐ続く道の先の玄界灘に沈む夕日でできる光の道だって、生で見てみたいということですね。見たわけではなくて、すごい神秘的だろうね。参道ってさ、長いから、そんなに長く一筋の光が続く風景ってまず見ないじゃないですか。だから神様また神様感じなかった？別に宗教の話してるんじゃないんですけど、あのさ、
人知を超えた力みたいなのを感じるって意味、わかる？この自分たちがもうどうしようもないところというか、そういう人知をはるかに超えた特別な力ってあるんだなみたいに感じるんじゃないかなっていうイメージね。でここで私が忘れられない風景って言って一番最初に思い出したものはですね、大学を卒業して1年間北京に住んでたんですけれども、まあ、今もそんなに変わらないのではないかなと思うんですが、当時北京は、まあ、高化学スモッグというか、とにかく空気汚染がひどかったんですよ。その後に北京オリンピックがあったので今は少しはいいのかもしれないんですけれども、もう最近北京行ってないからね比べようがないんですが、当時はまあ空気汚染がひどかったんです。大気汚染ね。なので昼間でも太陽を目視できるの、太陽が出ている方に目を向けても目が痛まないの、もうもやがかかってるから、ずっとうっすらもやがかかってるんですよ。でそれを汚いなとやっぱ思わないのね、住んでると。これがもう北京の風景っていう感じで、私はほら中国人ではないから私にとっては異国の風景なわけじゃない。だからね、当時私はラブサイケデリコっていうユニットの曲を日本から持って行ってずっとヘッドホンをつけて聞いて北京の街を歩いてたんですけど、今でもそのラブサイケデリコの当時のそのアルバムを聞くと大気汚染の中に浮かぶもやがかかった太陽を思い出しますね。そうそう、あれはなかなか、まあ、他のねあまり綺麗じゃない空気のところだったら聞ける見れるんだと思うんですけど、日本ではまずお目にかかれない風景かなって、まあ、ただちょっとやっぱり今思うと懐かしいですね。こう今でも北京の空気はあんなに汚いのかなってちょっと思いを馳せてみたりしますね。この時間もう一つご紹介しようかな。ラジオネームひろさんからいただいてます。初めてメールを送らせていただきますと。ひろさんありがとうございます。今日のテーマ忘れられない絶景景観風景ですが、自分は何と言っても初めて行った沖縄のホテルです。名護のホテルの中が異常に広くてカートで走るんですが、そこの芝の青さと海岸の美しさ、ずっとそこにいたいと思いました。友達と2人でジャグジーに入りながら言葉が出ないくらい感動しました。さよさん体調に気をつけて頑張ってくださいといただいてます。嬉しいですね。初メールでしかも沖縄の忘れられない美しい方の風景でよかったですでもそうね、私もさ今でこそ沖縄に住んでますけど、もともと沖縄の生まれ育ちではないので、その沖縄の美しい海とか空とか太陽とか緑の青さみたいなのは未だにちょっとハッと息を呑むことがあります。で、まあ、名護のねホテルということでカヌチャとかなのかな、あれ女村だっけ、まあ、沖縄のホテル観光ホテルはだいたい結構広いんですよね。でカートが走ってるんですよね。でね、私はねその沖縄のホテルの思い出で言うと、私は沖縄の南部に住んでるんですが、沖縄といえば皆さん綺麗に星がどこでも見えるっていうイメージがあるかもしれません。でもね実際そうでもないんですよ。沖縄って都会だからさ、特に那覇近辺はね普段はそんなに夜いつ空を見上げても満天の星空っていうわけではないんです。だからそれが当たり前で来てるので、もうそれで16年間住んでいるので、たまに中北部恩納村とか名護とかのホテルに県内宿泊に行くと星空の美しさ、星の数の多さに圧倒されますね。そうツイキャス圭一さん、中心部だとあんまり星は見られなくて、私は沖縄に引っ越した当時、あこれなら地元鹿児島の私のど田舎のふるさとの方がよっぽど見えるわって思ったのも覚えてる沖縄とか福岡に長く住んでたまに実家に帰るとそれこそ忘れられない風景の一つって言っていいんですかね。星の数の多さに圧倒されますね。もともと星は嫌いじゃないので、特に冬ね寒いところでしんと冷えて空気が澄んでいるとたくさんの星が見えます。これは沖縄の、まあ、那覇近辺だとなかなかないんですが、中北部でリゾートホテルを予約して夜お外に出るとおそらく綺麗な星空が見えると思います。今日のメールテーマは忘れられない光景、失礼しました、忘れられない光景
風景、絶景、このメールテーマでお送りしています。メールの宛先は 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp です。こちらまでぜひお送りください。ライバーソムリエ、ライブ配信で活躍する老若男女、多種多様、あまたいるライバーの中からあなたにぴったりのライバーを、ライバーソムリエを自称する私さよがご紹介します。久しぶりに来ましたこちらのコーナー。今日はですね、おそらく初めてこのプラットフォームで活躍しているライバーさんをご紹介することになるということになると思うんですが、今日は私と同じく DAG に所属しているライバーさんではありますけれども、ライブ配信アプリポコチャではなく TikTok で活躍しているライバーさんご紹介しますっていうとちょっと縛られちゃうかな。こんなあなたにおすすめ、可愛らしい女の子のライバーさんが好き、コスプレとかしてくれたら嬉しいな、喋り口調に独特の癖があるとなお良き、 TikTok の動画もいっぱい上げてくれてると喜んじゃいます。そんなあなたにおすすめの DAG 所属のライバーさんは大福あんちゃんです。パチパチパチそうなんです、大福あんちゃんというライバーさん DAG に所属してくれています。そして今 TikTok で大活躍です。喋り方の癖というのはですね、あんちゃんは自分のこと、まあ、例えば私とか私とか言うわけじゃない、一般的にはあんちゃんは自分のことを我って言うんです我はっていう風に言うのがね、なんか初めてなんですけど、そうやって自分のことを我と呼ぶ子に会うのが初めてだったんですけど、違和感があんまりなくって、であんまり誰も突っ込んでないっていうみんな慣れてるのかもしれないですね。まずあんちゃんの簡単な経歴をご紹介します。配信自体は2021年、去年の8月からスタートさせていまして、そして今年に入って3月から私たちの事務所、ライバー事務所 DAG に所属してくれました。そして TikTok ライブにて配信をスタート。すでにですね、いろいろな賞を取ってらっしゃって、 TikTok The Live Night 公式配信に出演、こちらついこの間です、5月22日。そして人気クリエイター総選挙で決勝戦に進出し、最終17位に入っています。そして TikTok 週間ランキングではなんと57位に入ってます。もう TikTok ってさ、とにかく人数がすごいからね、そんな中57位。また TikTok の森もみの木ランキング最終67位、 TikTok マジックマグネット総合56位などなど、もうすでに TikTok でも有名な人気のライバーさんとして活躍している大福あんちゃんなんですがあんちゃんのプロフィール見ると一番最初に書いてあるのが、10億円欲しい、金しか勝たんが口癖の TikTok クリエイターって書いてるのいいよね、このなんていうのかな、あっけらかんとした感じ、みんなが言いたくても言えないことをはっきり言ってしまう感じね。趣味はグーダラすることだそうです。そしてそのグーダラ過ごすために10億円を欲している怠け者とご本人はおっしゃっています。だけどライブではとっても活発に歌っておしゃべりするよと、毎回コスプレしています、衣装も楽しんでもらえると嬉しいなというふうにご本人話していました。でね、私あんちゃんはよく私のあのポコちゃんの方の配信に来てくださってたんですよ。で、あの私もね、あんちゃんのことはもちろん認識していたので、都度ご紹介するように、あのご紹介させていただいてたんですが、あの配信ってアプリケーションがプラットフォームが違うと勝手が全然違うんですよね。なので私も先月から
TikTok を始めることになり、まあ、始めているんですが、ちょこちょこやってるんですけど、あんちゃんは私にとっては TikTok の大先輩なので学ばせてもらいに行ったんですよね。そしたらね、もう以前から私の配信に見に来てくれていた、そのコメントから分かるお人柄の通りっていうのかな、そう、穏やかで優しくて、で気配りができて、可愛らしい、キュート、もうそのまんまっていう感じでした。で自分のことは我自分のことは我って呼ぶタイプのキュートな可愛い女の子です。でコスプレも似合うしね、顔立ちが。で配信中に、これ私知らなかったんですけど、当時100コイン以上のアイテムギフトを送ってくださったリスナーさんはお名前を書いて後ろに貼ってくれるんですよ。で私も知らずに、ただ楽しくてアイテム応援をしてたんですけど、そしたらさよさんお名前書かせていただきますって言って、特にイベントとかじゃなくてもお名前を書いて貼ってくれます。これがね、やっぱね、リスナーさんからするとさ、羨ましいみたいで、見てると海外のリスナーさんとかも、それ自分の名前も書いてほしいんだけどどうしたらいいのみたいに尋ねられていた場面も私見ましたね。なんかこうやってさ、まあ私とおそらく、まあ、あんちゃんの年齢知らないんですけど、その世代も違うし、できることも違うし、配信の内容ももちろん違うんだけど、私がさ、あんちゃんの配信に行っても私はやっぱり楽しいわけで、可愛らしくて勉強にもなるしね。であんちゃんもこうやって私の枠に、配信にプラットフォーム違うのに来てくれて、やっぱり事務所ってこういうところいいよなって改めて、この自分とは違う配信アプリで活躍している方のところに行くとひしひしと感じますね。だってさ、もしこれって事務所がつながりがなければ、もう相当数の TikTok のライバーさんがいる中で、あんちゃんと私がつながる可能性ってものすごく低いわけじゃない。でも同じ事務所っていうつながりがあって、私分からないことも教えてもらってるしね。だから先生ですよ、 TikTok 先生、私に TikTok を教えてくれてる先生です、あんちゃんは。先生でもあります、人気のライバーさんでもあります。でまたTikTok がポコチャと違うのは多国籍なんですよね。英語を喋る人が来たり、スペイン語だったり中国語だったりと、いろんな言語が飛び交う中で、このグローバルに活躍している人が身近にいるっていうのは、私にとっても他のねライバーさんたちにとっても励みになるんじゃないかなと思っています。でちなみにこの大福あんちゃん、現在とあるイベントに参加しています。皆さんご存知でしたか？現在 TikTok ライブランキングというイベントに参加しています。これさ、あんちゃんからさ文書もらってるんだけど、我はギフト部門もフォロワー部門もシルバーチームです。ぜひ遊びに来てフォローしてもらえると嬉しいですと我が言っています私もじゃないから、ちゃんと我って言ってるから、みんなもう一回言うよ。現在大福あんちゃんは TikTok ライブランキングというイベントに参加しています。我はギフト部門もフォロワー部門もいずれもシルバーチームです。ぜひ遊びに来てください。そしてフォローしてもらえると嬉しいです。我が言うこと聞いてましたか？おとん、木村様、わっぺちゃん、ともじ、みんな聞いてたかな？ぜひ、TikTok 皆さんも持ってると思います。行ってですね、大福あん、大きな、福岡の福、あんはひらがなです。大福あんで検索してフォローしてみてください。そしてさよさんのラジオ聞いて来てみましたって言っていただけると嬉しいです。ツイキャス、こばちゃん、さよさんの我は違和感が、そうだな、今日からちょっと我も練習していくか、我今日のライバーソムリエのコーナーは DAG 所属大福あんちゃん、 TikTok で活躍しているライバーさんご紹介いたしました。ライバー事務所 DAG よりライバー募集のお知らせです。もっと輝きたい、発信力を高めたい、今の生活を変えたい、そう思ったことはありませんか？スマホとネット環境さえあれば誰でもすぐに始められるのがライブ配信です。会社員、主婦、学生さん、どんな方でもできますし、副業感覚でも OK、 特技がなくても大丈夫、性別や年齢も関係ありません。
誰でもトップライバーとしてスターになれる可能性があります。人気のファッション雑誌に掲載、オリジナルの楽曲を作ってもらってレコーディング、全国各地のテレビ CM に登場、そんな夢を現実にしている所属ライバーもたくさんいます。いきなり始めるのは不安だというあなた、ご安心ください。 DAG では実績のあるライバーが直接新人ライバーにノウハウを伝授しています。効率よく成果を出し、安定した成績をキープできるよう直接連絡を取って相談を受けたりアドバイスしたりしています。また DAG に所属すると、各ラジオ番組だけでなくテレビ番組、CM、人気雑誌など各種メディアに出演するチャンスも。勇気を出して一歩を踏み出し、あなたのファンを増やしませんか？小さな一歩が人生を変える大きな一歩になるかもしれません。 DAG のホームページからお気軽にお問い合わせください。ライバー事務所 DAG で検索。DAG プレゼンツ西洋レディをお届けしています。時刻は午後3時37分です。いつもですね、このライバー事務所 DAG の、ライバー募集のお知らせをお伝えしているんですが、今日私の言葉でというか、ちょっと補足させてもらおうかなと思っています。最近でもですね、新たなライバーさんが所属して今初配信の準備をしていたり、初配信を終えて毎日配信をスタートしたりっていう方、日々増えているんですけれども、私もですね、このライバー事務所 DAG の募集の要項を読んでいる時に、ライバーが直接指導しますっていうふうにお伝えしてある通り、私も指導サイドにいて、後輩というか入ってきてくださった新人さんに指導をしている側の人間なんですが、必ず入ってくださった時に最初にお電話でお話しするんですね。で、今ってライバー事務所ってたくさんあるんですよ。そんな中でどうしてうちを選んでくださったのかなと思ってきっかけを聞くようにしてるんですけど、今はねやっぱり検索するみたい。ライバーという職業があることは知っている、でも一人で始めるのは不安だ、事務所に所属したいで、いろいろあるなと比較検討した上で、いろんなところのホームページを見て DAG さんが一番このバックアップしっかりしているし、フォローもしてくれるというのが分かったので、 DAG さんにしましたと言っていただくことがもうほぼほぼ誰かの紹介とかそういうのも以前はあったんですけど、最近ではご自身で調べて決めましたという方が非常に多いです。それね、嬉しいことなんですけれども、ありがたいですね。で、もう一つ、この誰でもねトップライバーとしてスターになれる可能性があるよと、また資格がなくても大丈夫、会社員、主婦、学生さん、どんな方でもできますというふうに言ってるんですけど、本当にその通りよだって私だってさ、別に歌手じゃない、楽器ができるわけじゃない、マジックもできないですし、なんか大きな特技があるわけじゃないわけで、若さだってないし元気もそんなにないし、元気はギリギリあるか。だから私が指導させていただいている新人ライバーさんを見ても、ちょうど昨日初めてお話しした方が学生さんで、先月入った方がお子さんのいらっしゃる主婦とか、あと先月もう一人入られた方がフルタイムで働いてらっしゃる会社員さんとか、そうだから私が担当させていただいている方だけ見ても、もう千差万別です。いろんな方がいらっしゃいます。なんだったらお孫ちゃんがいる美人さんもいますしね。なので年齢で諦めるとか、経験がないからとか、そういったことで諦めてしまうともったいないです。このラジオを聞いていて少しでも興味があったらぜひご連絡ください。私も始めたきっかけはテレビで見かけたことがだけ、それだけ。有吉さんの深夜の番組で今ライブ配信が熱いっていうのを約5年前に見たんですよ。
でそれ見てて、いやいやこれ特集されているライバーさんより絶対私の方がうまくできるやんけと思って、思い込んでね、思い込みを。でその場で某配信アプリをダウンロードしてインストールして、で翌日から始めました。で今から考えたらさ、もう過去なんてないんだから今と未来しかないわけで、それで考えると今が一番若いわけ、私たちってみんな。そうでしょ、だって明日は今日よりも老けてんだから。だからしかもね、何を始めるにしたって 100% 状況が整うことってないと思いません？それを待ってたら私たちもさ、気づいたらさ、もう死んじゃってる可能性あるから、その 100% 状況やあのいろいろな環境が整うのを待つのではなく、見切り発車ぐらいでいいと思いますよ。失敗したらその時考えればいいしね。失敗はあの全て経験になりますから、うん、ぜひ。であのやっぱりこういうさ、うん、画面を通じてのライブ配信とか、なんか YouTube とかなると、私世代、アラフォー世代とか私より上の世代の方はちょっと不安だな、なんか大丈夫かな、怖くないかなって思われたりとか、経験がないからどうしたらいいかわからないとか、あのそういった不安点があのたくさんある方も多いと思うんですけど、そういった不安を取り除いたり、あのそばにいて何かあった時にアドバイスしたり、困ったこと悩みを、一緒に解決していったりっていうのが私たちの役目ですので、そこもぜひ安心して任せてください。このね、沖縄で別に名の知れているわけでもないただのアラフォーの私が、こうやって FM 那覇で1時間の番組を持たせてもらったり、東京のクロス FM で、渋谷ね、渋谷で番組をさせてもらったり、渋谷の大きなビジョンに広告を出してもらったり、近々また沖縄のねテレビ CM にも出させてもらえますし、それこそ、東京の中央の機関局、文化放送ですとかね、そういった大きなラジオ番組で、有名な方と共演させてもらったりこれまでしてきました。それも配信と出会っていなければ、さらに言えばライブ配信事務所、ライバー事務所 DAG と出会っていなければ成し遂げることができなかった、まあ、夢みたいなもんですね。奇跡だと思ってます。そんな奇跡をあの沖縄の人にも味わっていただけたら嬉しいなと思ってますので、あの私は女性ですけど男性からの応募もお待ちしてます。年齢もね、私より上の方、私よりだいぶ若い方でも問題ありません。年齢性別は一切問いません。それに嘘はないです。ぜひライバー事務所 DAG で検索して応募してきてください。さて長くなりました、メールいきましょう。今日のメールテーマは忘れられない光景です。こちらデュランダルさんです。さやさんお疲れ様。デュランダルお疲れ様。西洋レディオ始まって以来の水曜日、オイラは初の仕事ナウです。さてテーマいきましょう。北海道にも絶景は多数あれど、光景でいきます。今でもはっきり覚えている絶景が2つ。それは2人の娘たちの生まれた直後の顔。まずは長女、当日は宝塚記念の日曜日競馬絡めてくる。病院で競馬新聞とにらめっこしていたら、隣の部屋からけたたましい鳴き声、しわくちゃな顔でパパとそっくりな顔、忘れられない長女との初対面でした。そして次女、間もなく生まれるというその瞬間、南アフリカのワールドカップ日本対デンマーク戦の真っ最中、お父さん生まれますよと看護師さん、泣きもせずキョトーンとした顔でパパの顔を見る次女、長女と違って全然シワがなく凛としたその顔立ち、美人やったな。忘れられない次女との初対面。そしてパパは、君たちの愛する人にそのバトンを渡すまで全身全霊をかけて守ると誓った光景です。ラジオネーム今日は仕事のディランダルさんからいただきましたこのさ、娘ちゃん2人との対面、どちらもスポーツともしくは掛け事と関係しているっていうのがデュランダルらしいですね。でもあの美しくまとめてますけどね、ツイキャス圭一さん競馬かよと、コバちゃんおいおい、こちらはラジオネームないな、宝塚わらわら、クレイジーさんパチパチ。そうよ、あのね、終わりよければ全てよしだから、メールって皆さんつかみ、冒頭のつかみと最後の締めさえしっかりしてれば何とでもなるのよ文章って。皆さんもぜひメール、そして文章を書く時の参考にされてください。ツイキャスワッペちゃん、デュランダルさんらしい。そうなのよそうそう、ツイキャス今日ねちょっとメールが少なめなのは、前半あの
BGM がちょっと長私が流すことができなかったり、あと音声がね入ってなかったりとごたついた関係かもしれません。みんなあと残り15分、ここから巻き返していくよ。ツイキャスたくさん書き込みしてください。盛り上げてもらえると嬉しいです。お子さんがいらっしゃるとね、あのお子さんが生まれた時のこと忘れられませんという方多いかもしれませんね。まだ間に合いますのでよかったら送ってください。こちらラジオネームともじいさんからも届いてます。さよさん、リスナーの皆さん、こんにちは。真っ先に思い出したのが高校生の時の訪れたアメリカのヨセミテ公園です。でも今日は別のお話を。それは昨夜のこと、私が応援し続けているライバーさんの配信での話。昨夜はある目標を立てて、それに向けてライバーさんもリスナーのみんなも力を合わせて頑張ろうという話になっていました。いつもは自由気ままな親父たちがそれぞれ好き勝手に応援している配信です。何かやる時もノープラン。でも昨日は違ったのです。数ヶ月前、親父ばかりの応援団の前に突如現れたとある女性リスナーさん。その彼女が何か手伝いたいと手を挙げ、そこから作戦会議、初めて計画的に力を合わせ目標も達成することができました。今までも和気あいあいと楽しい枠ではありましたが、昨夜はみんなで協力し合い、一つのことに向かって団結できました。みんなのパワーをライバーさんに送り、ライバーさんがそのパワーを集めて放った大きな大きな元気玉、私の目には確かに見えました。忘れられない絶景でした、といただいております。なるほどね。これは配信を普段から楽しんでいるライバーである私やリスナーである、まあ、皆さんはなるほどなとピンとくるところ多いかもしれませんね。ともじ、メールに自分の推しの素晴らしさを載せてくるあたり最高だよ。推しちゃん素晴らしい、そして団結したリスナーさん最高っていうさ、この思いが凝縮されてて、なんか読んでてニヤニヤしますね、うん、みんなこういうのありなんだからね、全然送ってください、うん、あのやっぱりね、これって配信に限ったことじゃないんですけど、複数の人間で、だから2人以上の人間で何かを成している時に、あのその人数が多ければ多いほど、みんなが同じ方向をちゃんと向けているのかなっていうのは非常に大事なことなんですよね。だからそれってでも配信で言うとリスナーさんが主導でも別に悪いことじゃないんですけど、やっぱりそこってあのライバーさんがしっかりそこを引っ張っていったり流れを作ったりとかっていうのが あるわけで、トモジーが応援している、ね、うちの DAG が誇る歌姫、ロージーちゃん、ロージーちゃんもそういうのってちゃんと意識してあの気づいてね、その女性リスナーさんの計画的なあの応援の仕方っていうのをしっかりと把握して乗っかって、みんなでその大きな、ね、波を作ることができたんじゃないかなと思いますね。これがさ、ともじー今後に生きてくるんだよね、今後に。だからまた次のイベントとかね、そういったことにあのつながっていくんじゃないかなと思っています。こちらラジオネームかい、あ、旦那さんですね、旦那2号さん、こんにちは。メールありがとうございます。早速ですが、忘れられない絶景は富山の立山連峰を見た時です。富山の立山連峰を見た時、海のすぐそばにあれだけのでかい山々を見たのは初めてで、まるで海の上に山が浮かんでいるように見えました。今でもはっきり覚えています。また見たいですね、と。これぞ絶景ですね。富山の、あ、じゃあ立山だ、立山連峰だね、立山連峰を見た時、うーん、海のすぐそばにお山があるんだ。ま、海の近くに山ってありますけど、そう遠くないところっていうのかな、そんな近くにあるっていうのは私も見たことないな。やっぱり日本ってさ、ちゃんと東西南北あって、この南北に長いし、まあ、東西もしっかりとね横幅もあるので、各地で見られる四季それぞれ四季折々のあの風景ってとても特徴的じゃないですか。だからさっきあの旅行に行きたいなって書かれてたリスナーさんもいたんですけど、海外もいいけどさ、国内も行きたいですよね、思いません？まだまだ見たことがない絶景光景たくさんあるんだろうなと思ったりします。ラジオネームはるさんから届いています。双子育児を乗り切った時、一番大変だったのは新生児期でした。初めての子供でなかなかペースがつかめず、ミルクかおむつを変えて一日が終わっていました。どちらかがぐずり出すと大抵もう一人も同じようにぐずり大泣き。
泣いている二人を目の前にして私は感情コントロールができなくなって何もできず、ただただぼーっと見ているだけでした。それはそれは壮絶な光景でした。生まれて2年ほど記憶がないのですが、わら、二人で泣いているどうしようもできない光景は今でも心に残っています。今でも思い出します。でも子供が年を重ねるにつれ、ネガティブな気持ちの思い出ではなく、二人が手をつないで笑っている、お母さんって言った、初めて歩いたと言える、笑って話せる日がやっときました。今は小学生になり別の悩みも出てきましたが、楽しい思い出とともに新生児の光景はずっと忘れられない思い出になるだろうなと思っていますと。ちょっとこれはねうるっときますね。実はですね、私の友達は結構双子を産んでる人が多いんですよ。何人いるかな、まあパッて思い出すだけでも5人いるんですよ。だから双子のママね、はるちゃんと一緒で、同じように言うのがみんな記憶がないの。最初の 2,3 年は記憶がないの、お母さんたちの。もう大変すぎて。だってさ、ツイキャス工藤ちゃん、新生児は泣いちゃうよねって、一人でもそれでしょ、二人同時だからかける2なんですよ。しかも年の差があってさ、ね、少しでも先に生まれてるっていう兄弟とも違うから、一人の新生児でも大変なのにそれが2倍。そうだからね、あのみんな言う、覚えてないって。で、はるちゃんはどうなのかな、第一子が双子ちゃんで合ってるかな。あのね、双子ちゃんが第一子なのか、それともあのそれより上にお子さんがいらっしゃるかでも違うみたいです。あの私のお友達のその双子ちゃんを産んでいるお母さん方の中で、上にお子さんがいる、で末っ子が双子ちゃんだっていう人たちは余裕があるの。なぜって、お子さんたちが戦力になってるから。でも戦力もない、しかも初めての育児で、ちょっとお母さんって結構ナーバスになったりとかさ、しっかりしなきゃみたいなのが多分あると思うのよね。だからもうこのどうしたらいいかわからない、もう二人泣いてる、おっぱいなのかミルクなのか、もうさ頭がパンクしちゃって呆然となって動けないってなったのがあれなんでしょうね、焼き付いてるんでしょうね。でも今となってはあのたくさん楽しい思い出もできて、その悲しい思い出として残ってるわけではないというね、あの言葉があったのでちょっとほっとしましたね。今日のメールテーマは、忘れられない絶景風景光景です。ラジオネームカズさん、ありがとうございます。初めてメールします。カズさん、ありがとう。このご時世何年も旅行に行けてませんが、仕事とはいえ4月に沖縄に初めて行ったのは久しぶりに新鮮な気分になりました。30年ぶりの飛行機、白い砂、青い海、波の上宮、国際通り、那覇近郊で限られた時間でしたが、天候にも恵まれて観光も仕事も楽しく素敵な時間を過ごせました。次は仕事抜きで沖縄に行きたいですねと。カズさん、そうでしたね、この間ね、行きますよというふうにおっしゃって、配信でも今沖縄ですってお伝えしてくださってましたもんね。あの楽しい思い出として残ったようで良かったです。ギリギリ届いてます、こちらまで。クレイジーさん、若い頃関東で仕事をしていた時、元日に里帰りしようと高速道路を走っていて、ブラックアイス現象、暗くて凍結路面に気づかなかったことに気づかずスピン。レースゲームよくするんだけど、クラッシュするとガードレールがさーっと流れるでしょ、あれを実体験しました。ボンネットが飛んでラジエーターが割れました。安心してください、生きてます。もう経験したくない、忘れられない光景でした。これは怖いやつの方の忘れられない光景ですね。今日ねたくさんの忘れられない光景いただきましたが、クレイジーさんだけがこの怖い方の光景をくれました。ありがとうございます。ということでちょっとね、最後バタバタと、急いでしまったことになって本当に申し訳ありませんが、今日のお刺さりメールはこの恐ろしい光景、クレイジーさんに、お刺さりメール、決定とさせていただきます。クレイジーさん、ありがとうございます。そして気をつけてくださいね、本当に運転だけは。このラジオ番組も今運転しながら聞いてくださっている方もいるかもしれません、スマホは横に置いて、しっかりと運転に集中してください、お耳だけねこちらに貸していただけると嬉しいです。今日はね前半にちょっといろいろと、手違いがありましてごたついてしまいましたが、最後まで聞いてくださった皆さん本当にありがとうございました。 DAG プレゼンツ西洋レディオ、この番組はライバー事務所 DAG の提供でお送りしました。
そして今日ライバーソムリエで、ご紹介した大福あんちゃん、ぜひ遊びに行ってみてください。それではまた来週水曜15時会いに来てね。バイバーイ。